はい、小頭の趣味部屋へようこそ。もう見飽きました。4箱目ですね。いやーコンプできねえなー。前回が全部ダブリだったからね。いや参った参った。道具としておもろくないでしょうよ。ではね、残りが、ベジータ、ブラックレアのベジータとシークレットの27番この柄ですね。はい、それが出るまで、開封したいと思います。はい、では早速1枚目いきます。はい、いきます。せーの。持っている。もうほとんど持ってる、ほとんど持ってるけどな。はい、2枚目いきます。せーの。嘘でしょ。いきなり2枚出して2枚かぶるって、もう幸先悪すぎるでしょ。やーべえお感じですね。はい、では3枚目いきます。せーの。持っている。はい、4枚目いきます。せーの。持っている。はい、5枚目いきます。せーの。持っている。ゴッドレア。はい、6枚目いきます。せーの。あ、やっと来た。やっと持ってないベジータ来た。やっとだ。ブラックレアのベジータ。いや、なんだこれ、シークレット並みに来てね。4箱開けて1枚じゃねえかこれ。マジか。シークレット並みに出ねえな。つうかシークレットが出ねえな。では7枚目。頼む、シークレット来てくれ。それが来たらもうこの戦いは終わるんだ。いきます、7枚目。せーの。あ、すごい仲良く出たね。ベジータの次に悟空、スーパーサイジョン。はい、では8枚目いきます。せーの。あ、ボージャック。はい、9枚目いきます。せーの。あらららららら。はい、10枚目。せーの。おいおい、ここに来て連チャンすんなよ。マジか。はい、ということでね、左側10個開けました。残りはシークレット1枚なんですけどね、やっぱ出ねえからシークレット。はい、右側1枚目。せーの。もう戦えねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えてなくなれ。起きた、起きた。やった。出た。シークレット27番。悟空シェンロンやっと来た。いや、めっちゃ長い戦いだったぜ。いや、いいねこれ、やっぱり最高だぜ。やっと出たよ。4箱開けてやっとコンプリートです。いや、まあ、つってもね、9個残ってますけどね。9個残し。いやー、よかった。まあ、これ以上開けませんよ。ウエハース食べきれないんでね。はい。いやー、これはこれで取っときますけどね。まあ、とりあえずね、ちょっと今回出たやつを、見ていきたいと思います。はい、ではね、今回出たやつを見ていきたいと思います。今回出たのは、こちらですね。はい、こちらの段から
ターです。はい。ときて、こうですね。ですね、はい、いやーよかった揃って。また普通に買い足さないといけないハメになるとこだった。結構やっぱこうやって揃えるとね、壮観ですね、うん、いやーこのシリーズは本当ね、本当にいいです。もうね、最初の段とかはもうプレネついちゃってますけどね、はいはい、これから集める人もね、ぜひね、買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は、この辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。